ったね。ペコラ読めばいい？あ、読んでくれる、読める？読めるよ。うん、船長や、うん、かわいいかわいいウサギちゃんのペコーラちゃんは中学生なんで、なんでそうやって付け加えてきたん？印象操作？いや、マリリンが酔ってるから何言ってもバレねえペコかなと思って。バレてるバレてる、そういうところの船長ツッコミのね、嗅覚だけはね、いつだって研ぎ澄ましてんだわ。酔ってたって怖いわ。怖すぎる。いくよ、うん、中学生くらいの頃に、うんうん、携帯の待ち受けなどで、カシガが流行ってた側面もあると思いますが、うんうん、もし使っていたなら何をしていましたか、うん、何にしていましたか、あのね、だそうペコです。船長ね、カシガが流行ってた時代とは多分それよりもっと、あの、最先端の時代だと思うんだけど、あ、うん、船長はこれはね、カシガは置いといて、え、もしかしてカシガ流行ってた世代でいらっしゃる？ペコラさんは。え、もしかしてペコラはマリリンと同じか、え、メールの方？いや、え？え、船長、あ、待って、じゃあ船長から行くね。船長は、うん、あの、流行ってたのがね、あの、三輪さんの、三輪さんを待ち受けにするとスピリチュアルな幸運が訪れるということで、船長は、あの、金色の三輪さんの待ち受けにしてた。頭おかしくないってこと？そんな流行ってなくない？え、流行ったよ。教えてもらったもん、クラスのオタクの副女子の友達に。え、三輪さんの待ち受けにしてた人、誰一人いなかったペコだよ、ペコーラの周りに。嘘でしょ？え、じゃあ船長選ばれし人間だったちゅうことよ。いや、明らかに、なんか、うんうん、あたおかな奴らのグループにいたやつみたいじゃん。スピリチュアルって怖いペコなんだけど。いや、やっぱりペコーラも聞いてほしい。あ、ウキクキク、何？え、多分だけど、うん、これね、うん、あの、マリリンも多分やってたんじゃないかなって思うペコ。マリリンって結構さ、もう、はい、イニシエのオタクペコでしょ？ま、比較的ね。うんうん。でしょ、うん、ペコラあんまりさ、そういうの、うん、あんまりペコラのキャラじゃないからあれなんだけど、うん、まあ昔だからいいかなと思って言うペコだけど、うん、あのさ、うん、あの、アニメとかのブリーチとかさ、ジャンプ系のさ、キャラクターとかの、やめて、夢女子かよ、お前。誰からのメールでときめいちゃってたわけ。キツガヤトウシロ。出たいつよーへんまる。いざやってなかった。え、マリリンやってたでしょ。いや、もう言いたくないよペコーラ、こういうキャラじゃないペコーラが言いたくないけど、このカシガがよくわかんなくて、あれメールなのかなと思ったの。あんた、やめてえ、やめろ。え、ペコーラさん、ヒッツーからどのようなメールが届いてたんですか。やめてくださいよ。なんて聞いたんですか。次、早く次行けよ。え、キツガヤくんはヒナモリーさんが好きなんだと思うんですけど、その辺はどうなってんすか。ん、あなたヒナモリーさんを押しのけてこのポジション見つけると大思いで、クイクイ。助けて助けて。いや、昔ペコだからね、マリリ、昔ペコもう忘れちゃったよ。でも、カシガってこういう感じなんかなって思ってて、今ポロって出したペコだけど違うんだ。これカシガってどういうこと。え、知らん、船長もカシガの世代じゃないね。うん、でもじゃ、世代がちょっと違うペコだ。ペコーラはメルが、うん、マリリンはミワさんって。ミワさんってペコだよ。ミワさんってなんだよ、マジで。ミワさんの世代ってなんだろうね。誰一人やってないペコじゃない、誰一人。まあいいや、ちょ、次行きます、次。